こんにちは、リエです。今日は何をご紹介するかというと、私植物が大好きなんですけど、今日、建国ファース建国花市っていうところに行ってきたので、そこで買ってきた植物たちをご紹介したいと思います。ここにいっぱいいます。うち広いんですよね、家が広くて、結構殺風景だったりするので、植物をどん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 買い漁っています。私植物本当に大好きで、小さい時から動植物園行ったりとか公園散歩したりとか、そういうのするのが大好きなんですけど、私の夢はこの部屋をジャングルにすることです。で、私5年半、もうすぐ6年目なんですけど、になるんですけど、毎回、私のお部屋は緑だらけになります。グリーンの鉢植えやグリーンエアプランツとか、そういうのもたくさんあります。で、まあ、引っ越してきて、そろそろ11月に引っ越してから12、1、2、3、もう4ヶ月ぐらいになるので、徐々に整備、いろいろ壊れてたのとかを修理し終わってきたので、どんどんこの飾り物を増やしていっているところです。それでは本題、今からご紹介していきたいと思います。まずご紹介していきたいものは、鉢植えとエアプランツと切り花を買ってきたんですけど、じゃあまず切り花からご紹介したいと思います。今これを撮影しているのは2020年の2月22日、あ、今日猫の日だ、2月22日、2月なんですけど、この今の時期になると出てくるものを買いました。これミモザを2つと、あとね、このなんかポンポン、わかるかな、このポンポンみたいな葉っぱ、これね、ここがふわふわしてるの、ここかわいいでしょ。これと、あとミモザを2つ、これ3本、ここは切り花屋さんで買ったんですけど、切り花屋さんで3つこの3本で100元でした。まだいっぱいあるんですよ、まだいっぱいあるんだけど、まあ今はこのミモザがすごい可愛かったので、ね、可愛いのいっぱいつぼみがあるものを買ってきたんですけど、こんなほらいっぱいこの辺とかにつぼみがあるでしょ、めっちゃ可愛い。これを花瓶に刺します。3つで100元だから350円ぐらいで買えました。可愛い、可愛い。あと同じ切り花屋さんで買ってきたのがこれ、ユーカリの葉っぱ、結構長いんですよ、すごく、あ、いい匂い、すごいいい匂いがする。だいたい1メーターはありそうですね、1メーターちょいぐらいの長さのユーカリ、これは、80元、これだけ 1,2,3,4,5 本かな、5本で80元でした。はい、匂い、本当にいい匂い、ユーカリの香り、よく芳香剤とかそういうものであると思うんですけど、生のユーカリの香り嗅いだことある方いらっしゃいますか。すごいね、ハーブ、すっきりするハーブみたいな香りがします。ミントのミントっぽい感じではないんですけど、甘すっきりみたいな香りがすごくします。で、ちょっとの間だけ花瓶に刺して楽しむんですけど、だいたい落ち着いてきたらドライにしようかなと、このまま吊るして干しておけばドライフルーツ、ドライフルーツじゃないな、ドライフラワーでもない、ドライ葉っぱになるので、一年中というか、もう永遠と吊るしといたら永遠と楽しめます。はい、買ってきました。かわいい、かわいいよ、本当に丸い葉っぱがまたかわいいんですよ、へへへへ。はい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 、これが80元、300円ぐらい、日本円でしたらでした。で、うち花瓶が1つあるんですけど、その花瓶紫色なので、普通の花瓶も欲しいなと思って、透明のガラスの花瓶も買ってきました。これにこれかな、で全部合わせてもいいけど、こうやってちょっと全部鉢に入れるとこんな感じに
になります。かわいいでしょ。ミモザと2つユーカリと、あとここにポンポン入ってます。でこの花瓶も買ってきたので、花瓶に入れて完成です。この花瓶は1つ250元でした。250元だから700〜800円ぐらいかなです。では続きまして、次に鉢植えのご紹介をしたいと思います。鉢植えがじゃん、一つずつ開けて見ていきたいと思います。まずじゃあこれから、この3つは同じお店で買いました。1つ50元で3つ買ったので150元です。ここは、多肉植物買ってきました。多肉植物のお店で、今多肉植物すごい安いんですよ。昔、もともとまあ安いは安いんですけど、日本と比べたら全然、ここ最近特にすごい安いです。まず一つ目はこんな多肉植物ですよねなんかサボテンみたいなやつ、ここにね、これちっちゃいのが2匹ついてるの、可愛くないですかこの子がここ T字になってるのが可愛くて、ここが、ね、T 字になってるでしょ。買ってきました。いろんなあのコブというか、このちっちゃい子いっぱいついてるとか、いろんな場所についてるとか、もう2本になってるとかあったんですけど、でこれすごく見たことないなと思って、あのパイナップルみたいな下の方の色は灰色だけど緑色の葉っぱが出てるっていうやつです、はい、で続きましてこの真ん中のやつ、じゃーん、これは結構よく見るタイプかな、よくある多肉植物の一つですね。これね、いっぱいついてるでしょ。こんなにたくさんついて、こんなに大きくて、だってね、これどんぐらいかな、人差し指全部丸1本ぐらいのサイズ感、ほら、なんで結構大きいですよ。これで50元って、50元で3,55、200円いかないぐらいです、一つ。で、もう一つ、最後の一つが、あ、でもこのお店ね、これ以外にもまだまだいっぱいありました。むちゃくちゃいっぱいありました。でもその中で厳選して、もっと買いたかったんですけど、今日はまあこの辺にしよっかなっていう、どっから目線みたいなね。で、買いまして、あとはこいつ。こいつも結構よく見る。でもさ、日本だとこんなんさ、作り物は多いけどさ、生って言っていいのかな、本物の植物で置いてるのって結構そんなないんじゃないかな。こうね、トゲもちゃんとピーンってしててしっかりしてんの、ほら見える見える、私の顔があれだとあれなの。これとこれとこれ3匹同じお店で買ってきました。かわいいね、この子がね、すごい可愛いのすごい可愛いの、あの葉っぱはなんていうか、アジアンタムの仲間っぽい感じの、わかるかな、こんなほら、こんな葉っぱ、ちょっとなんか何、パセリみたいな感じの葉っぱなんですけど、ここよ、ここ見てほしいのは、ここ可愛くない、なんかあの足が生えてるみたい、根っこがさ、もほもほなの。見て見て、ここもさ、私が映るとピントが合わないんやね。ほら、めっちゃ可愛くないですか、これ。もうなんかね、あの触り心地、もふもふしてるから、猫の足みたいなの。ごめん、あ、ごめんって感じ。触ったら、あ、ごめんごめん、触っちゃったって感じ。中もね、見えるんかな、カメラ見にくいかもしれない。中のとこがね、こんな感じで、ほら結構いっぱいこの足が生えてるんですよ。かわいい、マジかわいい。これ一つ100元、違う、これは3個で100元のうちの1個だから33元でした。かわいいよね、かわいいわ。でね、これね、すごい軽いんですよ。むっちゃ軽いから水足りんのかなと思って、お店の人にこれ、お水帰ったらすぐお水やんなきゃいけないんですかとか、お水どんぐらいの頻度であげたらいいですかみたいなことを毎回聞くんですけど、
この子水いらないらしい、あんまり。おばちゃんに聞いたら面白かったのが、おばちゃんが、気づいたらあげたらいいよってなんかずっと置いといて、ふっと見たらあげたらいいよつってて、ほとんどお水をあげちゃいけない植物なので、こいつは育てやすいと思います。でもね、私わかんないの、こいつの名前。この子の名前は知ってる方いたら教えてください。特徴はこの葉っぱでしょ、こんな、なんかこんな葉っぱ、こんな葉っぱで、もう一番の特徴はこれがね、この足が生えてる。足って言っていいのか、この足から生えてるんですよ、あれが、芽が。わかる、ほらほらほら、わかるわかる、ここ。この足から芽が生えるみたい。です。かわいい。テンション上がる。最近この、こういう、なんていうの、こういう、もふもふしたのに、すごく、好き。この間も、そこにいるんですけど、足がもふもふした、金犬なんとかっていう植物もいます。うちかわいいね。あ、かわいいで、この子たちのために鉢も買ってきました。植え替えてあげようと思って。鉢は大きくなれば大きくなるだけ、この子たちの根っこが伸びていくので、植物として成長しやすい、大きくなりやすい環境になります。で、鉢を買ってきまして、鉢はね、普通のこの鉢を一つと、あとこんなタイプのちょっと盆栽みたいな鉢ね、あともう一個がちょっと平べったいこの普通の鉢、三つとりあえず買ってきました、はい。で、この子は、この子はちょっとごひいきにさせていただきたいので、この鉢に入れて、こう足をちょっとこの鉢から出すっていう、かわいいね。で、この子はこの鉢でしょ。で、あとの2匹は、この子なんかすごい伸びそうやから、ここかなと。で、こっちのこの子がこれかなと。ちょっと私クチクチクするからちょっと切れる、はい、はい、こんな感じね。こんな感じに、この子こんな感じで、この子はここの中にチクチクするか入れられないですけど、はい、これはここに入ります、入る予定です、はい、でした。これはね、このタイプはこれとこれと、あともう一個友達が買ったんで3つで100元なんで、これ33元で、もう一個のこのこいつ、このちょっとごひいきにさせていただくこいつは100元でした。台湾って結構量販店とかに一応鉢は売ってるんですけど、そういうところの鉢って全部プラスチックのやつなんですよ。基本プラスチックのやつしか売ってなくて、こういう陶器の鉢を買いたい場合は花市です。断然花市に行った方が種類も多くて、結構ね、なんていうの、陶器が多いね。お皿を、この本当にお椀のやつみたいなやつが結構あります。あと受け皿も買ってきて、受け皿は1個20元ぐらいだったかな。これも陶器の受け皿を買ってきました。これですね、はい、これは2つ買いました。はい、では最後に私が大好きなもの、私が大好きなものをご紹介します。これとこれです。これとこれは別のとこで買ったけど種類は一緒です。あ、じゃあもうこっちから、こっちはというか、はい、ダダダーン、薄ネオイデス、わかります？薄ネオイデスってエアプランツなんですけど、この上からサササってなるやつ、羽織るやつ、もう糸みたいなやつ、こんなやつです。こいつね、こいつはここのお店で買ったのはチューブドタイプかな。これはチューブドタイプです。薄ネオイデスって太さが3、4種類ぐらい大きく分けるとあるんですけど、太い方が育てやすいは安いんですけど珍しいです。細い方が枯れやすいんですよね。枯れやすいので育てるのちょっと大変だったりするんですけど、これはチューブドタイプ
この量で80元でした。80元、このお店のは80元でした。3杯24、300円ぐらい。日本だったらさ、この量を買ったらいくら？日本普通に1000円超えるっしょね、みたいな。はい、続きまして、これはまた別のお店。もうね、安すぎるんです。なんか知らんけど、このお店めちゃくちゃ安かった。なんかどうしたんって、大丈夫こんなね、もうちょっと儲かるよって言いたくなったぐらい安かったです。はい、このお店で買ったのは、よいしょよいしょ、薄根をイデスと、薄根をイデスと、この子シャオチンティって言うんだけど、日本語なんだろう、イオンナタか、日本語はイオンナタ、イオンナタ、イオンナタの、それも株が、5株かな、真ん中に1つと1、2、3、4、5株ついてるイオンナタ。そのちゃんとね、綺麗に上から見たらまん丸なんですよ。すごいね、ちゃんと綺麗なまん丸なの。わかるかな、こうやったら見えるかな、ほらほら、もんちゃんね、葉っぱもしっかりしてるし、すごくいい。これで150元でした。っていうかさ、こイオンだったらこれさ、1個もぎ取ったらもうこれで150元なのにさ、安くてよ、それも安くて150元なのにさ、これ5つもついて全部で150元って大丈夫って言いたくなったえみたいな。はい、今日の大収穫これ。あとね、この薄根をイデスも3つかな、3つあるんですよ。ここのほら、このフックが3つあるでしょ、フックが3つあるから3つ買ったんですけど、2本がチューブとタイプ、2本、この2本がチューブとタイプのそれぞれ100元でした。これなんかさっきのお店よりさ、ちょっと高いし、量もさっきのお店の方が多かったからちょっと失敗したなと思いました。まずこっちを買ってから、その後見つけたので、まあいいかと思って。ほら、これと比べたらさ、これ80元だからね、これ100元100元だから、ちょっとお店によって値段は違うね。これはチューブとタイプ、これと全く一緒だね、全く一緒の太さのやつが2本と、あとこれ、こっちは太タイプがあったので太タイプ買ってきました。これは200元です。ほら太い、わかるかな、これは太いんですけど、さっきのチューブとだったらこのぐらいの太さ、手に乗せたらわかるかな、全然ね、違うんですよ。触り心地も違うし、持ってる感じも、こっちが細いタイプね、これが細いタイプ、こっちが太いタイプ。ほら、細さが違うの分かりますかね。なんで太い方が、まあ、珍しいです。珍しいので200元、これで200元でした。かわいいでしょ、かわいいよ私スネオイデス育てるのうまいんです自分で言うのもなんだけど、この子たちってすごく風が好きなんですよ。まあどの植物もだけど、全ての植物において風が大好きなんです。で、特にこのエアプランツたちはよく、なんていうの、簡単だよって、霧吹きでピュピュピュってやっとけばいいとか、水やらなくていいとか、空気中の水分を吸うよとか言うんですけど、エアプランツって実はちょっと難しいです。そんな空気中の水とかじゃ足りない、この子たちは。まあ季節にもよるんですけど、冬とかだったらだいたい1週間に1回ぐらいはお水をしっかりあげないといけないので、でこの子たち昼間にあげちゃいけません。皆様お気をつけください。エアプランツは夜にあげます。昼にあげたら腐っちゃいますよ。水分をちゃんと吸収させるには夜もう日光がもう沈んで、日が沈んで真っ暗になったら、バケツに水を入れてこの子たちを
ザブンと入れます。ザブンと入れて、もうどんなエアプランツもです。基本的にはね、その特別なやつじゃない限り、基本的には全部全てを水に、お風呂に入れる、つける。で、私の場合、そうだな、次の日の朝とかに作業ができない時はもうその日にやっちゃうんですけど、一晩置いておきます。一晩置いとくか、まあそうだな、お風呂に入る前にまずジャボンとして、で寝る前に取り出すとか、そのぐらい。5時間、3時間かな、3時間ぐらいがちょうどいいかもしれない。まあもう植物の状態とかにもよる、植物の状態とか、その天候、空気、温度とかにも全然よるから、必ずしもこれじゃないんですけど、それを週に1回ぐらい、まあ、少なくても2週間に1回か、月に1回は最低でもやんないとダメですよ。やってください。で、この特にこのウスネオイデスちゃんたちはこの細いので、葉っぱが細いので乾燥しやすいんですよ。なので、私いつもすごく細かいんですけど、一本一本ほぐします。一本一本ほぐして、で、網目状のなんか上から吊るすようなやつが、多分ナチュラルキッチンとか行くと、こういうなんていうの、物を置くカゴみたいなアルミのやつ、こういうこのアルミのやつがあると思うんですけど、アルミのやつがこういう形のやつが、こういう形のやつ、ここにお皿っていうかカゴがあって、こうなってるやつがあるんですけど、このカゴの隙間に一本一本入れます。すると隙間が、この毛と言っていいのか分かんないけど、葉っぱかな、葉っぱと葉っぱの間にちゃんと通気口ができるので、この分かりますかね、これね、縛ってるところが枯れてきちゃうんですよ。ギュギュになりすぎて空気が、いかないので、これとか見たらもう分かりやすいね。ほら、結構ここ茶色いでしょ。茶色いのは死んでますので、茶色くならないように、茶色くなる原因は何かというと、空気が通りにくくなってるとか、蒸れやすくなってる、お水をあげた時に蒸れちゃったりするので、なので、そのまずこのカゴにかける状態の時に、この一本一本ほどいて、悪いところは切って引っ掛けていく。結構強いんですよこれ、枯れる前だったら、枯れちゃうとスポンスポンって飛びちゃうんですけど、切れちゃうんですけど、結構強いので、この子たちで、その強い力を使ってというか、こう本当に、まあ、気をつけないと本当にプチっていっちゃうから、力を入れずにこう引っ掛けていく、全てに。で、するとすごく長持ちします。そしてすぐ長くなります。まあ、台湾の気候もあるとは思うんですけど、暖かくて風通しがいいところに置いておくと、どん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 長くなってきます。長くなったら、まあ、長すぎたら途中でちょきって切って、また引っ掛け、そのカゴに引っ掛けたら、まだまだこう上がっていくので、どんどん増えていきます。はい、そんなことをやってます、私。だいぶ手間かかるんですけど、まあ、最初はねすごい手間かかるし、まあ、定期的に枯れた部分はちょきちょき切ってあげないといけないんですけど、でも常にそういう植物を仕事とか作業をしながら目線に入ると、あ、可愛いなって思って一人で浸ってたりするので、まあその自分のためですね、自分のために頑張ってます。で、今回もうめちゃくちゃたくさん買ってきたので、ちょっと整理をしないとなと思ってます。はい、それではいかがでしたでしょうか、今日の私の植物愛にあふれた建国花市で買ってきたもの特集。私本当になんか、だってさ、こんなに買ってさ、引っ越すときすごい大変なんですよ。ただ前のお家をなんで引っ越してきたかというと、前のお家1階で、で太陽の光があんまり入らなかったところだったので、私の大切な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 エアプランツがほとんど枯れちゃったんですよ。もうそれが悲しくて悲しくて、エアプランツとか特に、まあ、直射日光はダメだけど、湿ったとこ好きだけど、湿りすぎはダメ。風がないと本当にダメ。もう、そう、私いろんなところで買い漁ってきたんですよ。もうこの5年かけて買い集めてきたエアプランツがみんなダメになっちゃって、もう生き残りは2匹かな、2匹だけしか生き残らなかったので、もし私の動画が面白いと思った方は
グッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あとどんな動画を見たいかとかそういう感想があればぜひ教えていただけると次のネタにしたいと思っています。では今日もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。慣れてないから口が回らない。じゃあね、バイバーイ。